事故はいつ起きてもおかしくない。いつ何時も訓練が大事。放水。なんだ。赤信、緊急出動だよ。佐久間さん、すぐに乗り込んで。航空機火災では3分以内に現場到着。急がないと。でも防火服とか着ないと。そうだの、ここは車内で着るんだ。佐久間さんすいません、 7XL ありますか？そのサイズはないな。でも今回は訓練だから大丈夫だよ。あ、すいません。ガチャピン、目的の場所が近づいてきたよ。お、あそこにいるバスが航空機だと思って、乗員乗客が無事に脱出できるための初期消火訓練を一緒にしましょう。はい。訓練。事故機は広範囲が燃えているとのこと。現場到着後、走行しながら放水します。放水担当のガチャピン、よろしくお願いします。走行しながら放水、了解しました。現場に到着しました。はい、放水開始ですね。前回の練習の成果を出せるように頑張ります。よし、放水開始。よし、あとはターレットをバスへ向けて。もうちょい左かな。はい、左へ、左にゆっくりと左方向へ。もうちょい左。あ、ですよね、はい、左。もうちょい左かな。あとスティックの力加減が結構難しいですね。左が遅すぎた。スタッフさん、ごめんなさい。はい、ストップ。じゃあもう一回押して止めようか。放水やめ。よし、ガチャピンチャンネル。佐久間さん、スティックの操作がまだ慣れなくてずれちゃいました。すいません。もうちょっと左だったね。あー、ですよね。あのね、ちょっとずつと思ってたら全然ダメでした。あの、スタッフさんをびしょ濡れに、スタッフさんを放水したみたいになってしまって、すみません、これではいけない。あー、ごめんなさい。今回は訓練だから大丈夫だよ。あー、お優しい佐久間さん、訓練でよかったです。スタッフさんには後ほど謝罪いたします。もう一度放水させてください。もう一回頑張りましょう。了解です。ガチャピンチャンネル、気を取り直して放水開始。よし、あのバスをめがけて今回はしっかり水が飛んでいっています。そしてここから走りながら放水、しっかりと進みながらターレットの向きを微調整して。どうですか佐久間さん、もうちょっと右かな。あ、そっか、前に進んでいるんだもんね。まだ右。はい、そこ。はい、はい、いいよ、そのまんま。バスにしっかり水がかかっています。はい、じゃあ放水やめ。はい、放水やめ。佐久間さん、今度はうまくできた気がするんですけど、どうでしたか？すごく良かったと思うよ。良かったです。次は火の範囲が狭くなってきたので、集中的に放水やってみよう。はい、ターレットの方向をしっかり向けて放水開始します。これはバスにしっかり向かって放水できていそうです。それにしてもすっごい飛距離だな。今回は集中放水、威力、向き、このままで放水継続。はい、放水やめ。了解です、放水ストップ。よし、佐久間さん、どうでしたか？よくやりました。火がほぼ消えたね。はい、だけど
地面に所々燃え残りがあるようだから、ハンドラインを使って安全に気をつけて放水しましょう。あ、そっか、この化学消防車には放水用のホースも積んでいるのか。そうだよ、車両のターレットで消火できない場所や残り火を消火する場合に、ハンドラインを使って隊員が車から降りて直接放水するんだよ。よし、僕もやってみます。ガチャピン、あのカラーコーンを目標にハンドラインで放水しましょう。了解しました。まずはハンドラインを伸ばして。わかりました。はーい、うわー、うわ、まだ近づかないと。よし、放水開始。これで最後の燃え残りまで完全に消火だ。いい方向に放水できています。まだまだ。ガチャピンチャンネル。佐古間さん、今回は実際に出動を体験させていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。隊員の皆さんはこうした訓練を日頃からされているんですか？はい、実際に油に火をつけて消火する訓練もやっています。他に年に1回町の消防士さんや警察官、お医者さんにも参加してもらった大きな訓練もやっています。あ、万が一のための常日頃の訓練が何よりも大切なんですね。あの、ちなみに佐古間さん、かなりお話変わるんですけど、ニュースとかで見る空港で飛行機を歓迎するときに放水するやつ、あれもこの消防車でするんですか？そうです、ウォーターサルートというんですけど、あれをやるのも空港消防のお仕事です。あ、やっぱりそうなんだ。ちょっと無理を承知でなんですけどね、ぜひあれを体験してみたいです。わかりました。今日は特別にガチャピンをウォーターサルートで歓迎します。え、いいの？ ありがとうございます。ありがたく歓迎されたいと思います。続いてのニュースです。つい先ほど中部国際空港セントレアにお台場からガチャピンが到着しました。今回どうしても中部国際空港で消防車を見学したいと、お台場から愛知県へ飛んできたガチャピンは午前9時頃に到着。本人たっての希望で飛行機ではなく消防車に乗った状態で歓迎を受けました。現地の記者からの報告によりますと、本来は予定されていなかったこのウォーターサルートによる歓迎ですが、ガチャピンが隊員さんに強く頼み込んだ結果実現したということです。ガチャピンはこれに対し、マナガタ行ってみるもんだねこりゃと笑顔でコメントしていたということです。ガチャピンはこの後まだまだ消防車を見学した後、名古屋市内で美味しいものを食べ、水族館など観光する予定とのことです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。ガチャピン、知らぬ間に私は